圧的クララ TV よっ、はい、ガイアのゆっこちゃんからの声で始まりました。天の声が、パミツアップ VS、風林火山ジャパン、はい、実はですね、もうなんと1回戦、2回戦、ハミツアップチームが出て、勝ってます。まさかまさかそうなんですよね。大健闘しておりますね、はい、俺絶対1、2回戦 100% 負けると思ってます。まさかさん、ごめんなさい、僕も思ってました。はい、というわけでファミツアップチームはですね、大将、お米チン、よし、いきます。はい、そして、風林火山ジャパンは、カネが、いきます。はい、いけ、やったるで。5000中盤以上のね、2人の、いや、これは見応えありますね、はい、じゃあお米チン準備できたら、クレバーと申請しちゃってください。お願いします。お願いします。頑張れ。これさすがに3連敗ちょっと考えないですよ。いや、もう、これはやばいですね、これはい、見ますよ。怒ってる、怒ってる、怒ってますね、お米チン。いいぞいいぞ、タネさん終わってますね。まあ、折り合いはだいたい今トントンってところですね、はい、これね、はい、20分ぐらいですかね、1本だ、はい、これ30種じゃないですか、もう確実に。いや、まだわかんない、まだわかんないです。これだってもうガゴ完全30種です。このガゴなんか30種の匂いがすごいプンプンしてますね。すいません、まだわかんないです。いや、もう 100% でしょ。100% でしょ。まだわかんない。タネさんは30種のスペシャリストですけ ど、うわー来た、流行りの一番早いです。攻めが早い。もうこれ一気に決めた方がいいもんだって、まずさんもナイスボーエ。うまい、うんうん、いやー、うまい、完璧。全然ダメ入ってないな。いや、ナイトが強いですね、こういう時。なるほど、トレーリーアド的なのが危険な匂いがしてきますね。おこみちんさんのは今グローバルなんかかなり流行ってる、ね、うん、よく見るよね、はい。これ、この敵実は僕が先日あの韓国の有名プレイヤーにボコられた敵なんですよ。ここでジャイアントを出してアリに繋げていきたい感じですね。おお。やべ、一発入んなかったな、左には。オッケー、いいよ、ダイビーズか。結構入るんだよな、マスケが。そうですね、1体残すだけでもうかなり入っちゃうんだよ。迷うな、これは。ただエリポンはない。多分カネさんが今迷ってるのはエリポン、ここで行くのか。あ、行かない。リーガー来ました。スケラで持っていかないと。これは来ましたね、サンドシェル。両サイドから来ましたね。次はリーガーゴール重視で処理はされてしまうと。さあ、これは結構リガーがめちゃめちゃ大きいですね。400、バスケットがね、射程長いんで。おー、ないと思うけど、まあ、リガー迷う。ギリギリやばい。ミレミズでなんとか抑えますが、じわじわ削りありますね。さあ、サドンデス来ましたね。スミチがあれ一回出せませんね、あれが。あれが出せない。あれ一回しか見てないですから。ちょっと強いの出せないですね。なかなか余裕が。うわ、押すしかないもんな。ガーゴやばい。これ右もやべえ、まだ。うわ、あるやばい。お、すげえいってる、これ。ただこれ足りねえな、パイボスじゃ足りねえな。これやりごぶ入んねえとまずい。やばい、あー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 、やばい、終わる、やばい、終わってしまった。ありがとうございます。いや、すごい見応えありましたね。カネさん強い。あ、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとリプレイ見てみましょうか。はい、ごめんちん、全然スケラーが出なかったんだけど。攻め、多分序盤にエリアド取られたせいで、そうですね、常に後手後手に回ってしまったという感じですね。
三十子ちょっと処理しづらい。ファイブ打つしかねえもんな、それ。開幕はエリボン。ここね、結構ダメ入ってんだよね、これ確か。ここは初手様子見のギャングですね。この時点で完全に三十時間はもう、ね、隠さずに行きましたから、はい、ここまではまあまあまあダメージ的にあと、うん、ここでつけただと思いましたね。うん、もうちょっと無理攻め。このカニさんの処理がすごくうまかった。全然入ってねえんだよな。うん、うまいよ。アイスピートやるのか、ほとんど入ってねえな。一発二発か。まあ、その分ないとかもうボロボロですけどね、うん、ただここで2個目のエリボンが立ってそれに5を打つと、これまあ経験ぐらいの気もするけど、ちょっとエリボンが2個立ってエリボン分がちょっと4ワードぐらいですね、差ついてる。ザップも使ってたんで入るかなと思ったんですけど、はい、少しエルビズとザップで処理しました。どっちも処理がうまいな。リザー頑張りましたね、かなり。そうですね、多分このデッキだとジャイボーラーで来られた方が嫌でしたね。はあ、はあ、はあ、あーそうか、ジャイボーラーだとマスケットが死んじゃうのか。そうなんですよね。これファイブ当てたかったか。そうそうそう、これ超入りましたね、これ一匹逃れちゃったっていうね。ここが超入るんだよな。あそこわざとジャイにタギ行かないように出しました、うん。はだいぶこの辺からもかなり来るし、うん、確かにもうだいぶここエリポンすごい迷ったんですけど、もうでも1206だから削、うん、ちょっとつけずろうと思って、ここで僕としてはエリポン立ててくれた方が、そうですよね、もう2倍入るから。逆に僕としてはこの時間帯もディガーのダメージ無視できないところまで来てるんで、うん、対応せざるを得ないって感じですね。よくここから乗り返したなってところもあった、うん、ここ危なかった。弱くないんですけど、なんかおかしいんですよ。なんかジャイパン一発入ったんですね、あと。あとだいぶ、カンさんだいぶ有利ですね、今回。最後でちょっとタワーごと削りつつ、まあ、でもリガーもね、かなり下に行ってる。うん、攻めにエリクサー使っちゃいましたが。なんですが、ここ一気に追いつくんですよね。うん、これ5、2発。そうですね、あともうちょっとスケル君頑張ってほしかった。うん、これリガーが来て、矢の雨が外されて、うわードン。いやー、いい勝負です。でも、おこみち様、あともうちょっとでしたね。ファイブザップで落ちてたのか。うんうんうん、あー、なるほどね。すごい良い勝負が来た。よかった。ありがとうございます。ありがとうございました。そんな甘くないです。おこみちにだけ負けてんぞ、おい。やばい、やばい。編集長、ごめんなさい。フーリンカタンジャパン、強かったわ。はい、というわけで、今回はあこんな感じなんですけど、じゃあ、ゆっこちゃん、そっちから行ってもらっていいですか。はい。はい、ファミトアップ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。スマートフォンからご覧の方は画面下から登録よろしくお願いします。PC からご覧の方は画面右下から登録よろしくお願いします。はい、はい、またファミトアップニコ生チャンネルもやってます。お気に入り登録または会員登録よろしくお願いします。はい、会員になりますと会員様限定のニコ生もやってますのでよろしくお願いします。はい、というわけでですね、はい、フーリンカタンジャパン対ファミツアップ、一応ね、2-1 でファミツアップ、はい、勝ったって。いや勝ちは勝ちですはい、というわけでまたお会いしましょう。ではバイバイ。バイバイ。